今日はですね全てのエンターテインメントは一つの本質でつながっているという話をしていきたいと思います。え私はアニメーション業界でアニメを作っているんですけれども皆さんですね一つのアニメとか漫画音楽映画本、えー、そういったエンターテインメントっていうのはですね一個の本質につながっております。それ何かっていうとですね、えー、共感と憧れのどちらかの要素がある内緒はどちらもあるっていうこの一つの要素とエンターテインメントをしている。 楽しませるという要素、この2つの要素このですね一、えー、つ目と二つ目で成り立っているすべ、えー、ての本質がつながっているというふうに考えてます、えー、つまり、えー、全部のアニメ、えー、漫画、えー、本ドラマ映画そういったものはですね絶対憧れと共感というまず要素のどちらかがまずあるしかつエンターテイメント人を楽しませるっていう要素があるというふうに考えているとはい。で これあのちょっと例を示したいんで僕が好きな音楽で話すんですけどあの音楽でねこっちのケントっていう人が、えー、歌手がいますね菅田将暉の弟です、えー、この人が「ギリギリダンス」っていう TikTok でバズった曲を歌っていますでこの曲はですね、えー、すごいですよねすごいさあのバズってるであの共感っていう要素がまず1つ目あるそして 人を楽しまませるるっってていいうう要素があるというふうに思ってますでギリギリなんですねあの歌詞を聞いたことある人なら分かると思うんですけどあの歌詞ですね非常に暗いです。はい、今を、ね、ブラック企業,で企業で働く人たちに向けたそこに寄り添うような共感を誘う歌詞になっているというふうに考えています。で プラスでそこにダンスミュージックっていうところを掛け合わせてるんですね人を楽しませる要素っていうのを掛け合わせてるそこがですねあのギリギリダンスの面白いところでありすごいところだなというふうに思ってますつまりギリギリダンスっていうのはちゃんと共感の要素っていうの1があってかつ2つ目の要素の楽しませるっていう要素がちゃんと入っているっていうのがギリギリダンスになりますねで 他にもですね、音楽では結構いい例があって「ノアちゃん」っていう子がいます「全方向美少女」っていう曲があるんですけれどもこの曲はですね上から見ても下から見ても横から見てもいい女で困っちゃうっていう歌詞があるんですけどこの歌詞はですねまあ自分はいい女であるっていうことを、えーまあ、ある種憧れ的に言っている。でそれによって、 そのお客様たちが聞くお客様たちが私もこう思うようになろうみたいな、えー、そういうふうに思ってくれるこの憧れの要素1がありますよねで2つ目このエンターテインメント要素もあの曲はあるんですそれ何かっていうと t i k t o k が使いやすいっていう要素ですね上から見ても下から見ても横から見てもいい女で困っちゃうあの要素がですあの曲の曲音階とか、えー あそこのななんだろうな上から見ても下から見ても横から見てもっていうところがすごく TikTok で使いやすいんですね上から見ても下から,見て横から見てもってあれカメラをちょっと動かすことで TikTok の映像が撮れちゃうわけなんですごく使いやすいんですよそれがねあのエンターテインメント要素ですね全方向美少女のそういったところで音楽っていうところはまあ,あの共感と憧れのどちらかの要素があるしエンターテインメントの要素がまずあるここのね2つの要素が絶対あるんですねでこれはアニメにも通ずると とところだいいう,うに思っています例えば「ガールズバンドクライ」っていうアニメありますよね僕大好きですけどもガールズバンドクライっていうのは共感と憧れの要素が2つありますとそれは何かっていうと、えーまあ、あのニーナっていう憧れの要素とそして河原木桃佳とかね、えー、そういったところ共感の要素絶対ありますよね共感と憧れっていう要素はカールズガールズバンドクライには、えー、絶対にあるというふうに思ってますでまたですねガールズバンドクライには、まあ、その一方で アニメーションとして面白くさせる人を楽しませるっていう要素もありますそれは何かっていうとあのまあニーナののある種の傍若無人さだったりしますよねニーナが半端なく傍若無人で面白い、えー、からこそ、えー、TikTok じゃないや YouTube ショートとかで、まあ、すごく再生が回ったりしますよね。えー、そういったところで 何か人を楽しませるっていいいいう要素がまずないといけなとけんです、まあガールズバンドから言ったら曲がそもそも楽しませているだろうしあのライブのね映像アニライブのアニメ映像がそもそもめちゃくちゃ面白かったりするしすごい映像だったりするじゃないですかだからねまず人を楽しませるっていう要素とかつこう共感と憧れの要素この2個が合わさっているのがいいアニメでありいい漫画でありっていういいドラマでありいい本でありいい映画であるというふうに僕は考えてるんですけど。 そういういところがね絶対あるんですよね絶対あるでここはねあの全ての道はローマに通ずるじゃないですけどシルクロードみたいなのが走っててですねあの絶対に一つの場所に帰結するんですねでこれはあの本当にねプロあのこの前やってたドキュメンタリーとかでも同じなんですねはいそれ何かっていうとまあの僕あの,僕あのめちゃくちゃドキュメンタリーとか見ちゃうんですけどあのこの前ね西野 秋広さんがね、煙突町のプペルの舞台化の話をしててそこでね話してたんですけどドキュメンタリーのね YouTube でやりますというふうに言ってでドキュメンタリーをこうパッて出したわけですね YouTube 動画それがですね、まあ、78万回ぐらい再生回っててですね西野さんの他の動画と比較してみてもかなり再生が回っているとこれ僕びっくりしたんですよねなんでそれなんでじゃあこれも再生回ってんのか考えたんですけどまあやっぱり。 共感と憧れのどちらかの要素そしてエンターテインメント人を楽しませるよそのどっちもあるっていうところが分かったんですよねそれ何かっていうとあの、まあ、曲何か誰かオーディションするっていう話だったんですねそのドキュメンタリーの内容が子,子役をオーディションで選ぶとあのルビッチかな主人公の役をオーディションで選ぶで子供たち をこうね、オーディションに呼んで選んでいくっていう、えー、そういう感じなんですけどあのすごくね共感を誘う要素がいっぱいあったんですよねその子役の声がすごくいいで共感しちゃうとかねすごく歌詞が入ってくるとかねそこで共感しちゃうとか、えー、でもその子役は、えー、声変わりっていうところを理由に落ちちゃって、えー、まあ悲しいけどあの選ばれないっていそこでも共感があったりするし西野さんの「 クリエイターとして、まあ、大変な選択もやっていくんだっていうところとかクリエイターとして面白いものを作っていくんだっていうあの覚悟とか責任感とかそういったところに憧れたりするしそこの要素絶対あったというふうに考えてます。で またですねあのドキュメンタリーのはすごくテレビっぽくなってたような印象がありますねテレビっぽい編集がされてたというふうに思うんですねでそこがやっぱ楽しませるっていう要素をちゃんとはらんでたんですよねはい楽しませて,てこうまあちゃんとした編集じゃないってなったらあんまり楽しめないじゃないですかなんか適当な編集でドキュメンタリーなんてできないんでちゃんとこうまあドキュメンタリーのこう手に沿ったように ちゃんえ映像としてなっていたんですごくそこがドキュメンタリーとして楽しめたんですよね YouTube 動画なのにだからそこのね楽しませるっていう要素とこの共感と憧れのどちらかがあるかっていうのがこれね非常に大事になってくるという風うに考えてますなんで今後ねアニメ作るっていう風になったとしてもやっぱり共感と憧れこの要素は絶対に必要どちらかの要素、まあ、ないしはどちらもの要素が絶対に必要だしかつ エエンンンンタターーテテイイメメトトお客様を楽しまませるっってていいいううそのエンターテイメントの要素も絶対大切だというふうに思っていますでもね近年のアニメだとこのエンターテイメントっていう要素は僕は結構あるのかなというふうに、まあ、僕的には思っててでどっちかっていうとですねこのエンターテイメントの要素のなはあるんだけどちゃんとお客さんを楽しませるプロフェッショナル的な映像の綺麗いさえみたいなところはあるんだけれどもでかつ設定もすごく良かったりあとはあの。 まああのなんだろうな、えー、キャラクターもね、えー、すごく良かったりするんだけれども可愛かったりするんだけれどもアニメとしてはちゃんとしてるしエンターテイメントとしてね、まあ、できてるところはあるんだけれども楽しませるという要素はちゃんとあるんだけれども一方でキャラクターに共感と憧れの要素がなかったりしてそこがね一歩ちょっと足りないなっていうふうに思うところではありますねはい。うとこの、まあ アニメーションだとやっぱこの共感と憧れこの核の要素っていうところがまあ今は足りないのかなというふうに個人的には思っておりますはい、えー、そんな感じですかねまあでもあの本当にね全ての映像とか全てのエンターテインメントっていうのは一つの道につながっていますんで、まあ、漫画もしっかり何でもしっかりですけれども全てこの共感と憧れの要素と えどちらかが必要だし、エンターテイメントの要素が必要だというふうに僕は考えております。はい。えー、そんな感じですかね。今日の動画は終わりたい。どういうふうに思いますこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。あと、他の意見があるなという方はコメントまでお待ち、えー、コメントしてください。えー、そんな感じで終わりたいと思います。それではまた。